はい、どうも、ともきです。今回は、夏ですね、暑いですね、ということで、怖い話、涼しくなる話を、していきたいと思います。はい、まず、これは聞いた話なんですけれども、猫って一生に一度だけ、ジンゴを話すらしいです。で、そのジンゴは一生に一度だけなんで、とっても重要なこと、を話すらしいんですけれども、ある日、お盆に一家団らんでテレビを見ていたらしいんですけれども、はい、そのテレビを見ていた最中に、誰かがバナナ食べたい、バナナ取ってきてっていう話になって、はい、バナナ取ってきて、はい、バナナ取ってきて、で、伝言のように言い出して、で、最後に、バナナ取ってきてって言われたのが末っ子の男の子で、男の子はもう、言う人がいないんで、猫に向かってバナナ取ってきてって言ったらしいんですよ。たらその猫がおもむろに歩き出して、バナナの置いてあるテーブルの方に向かって歩いてって、バナナの置いてあるテーブルのとこで発した一言が「バニャニャ」だったらしいです。はい、それでは次行きたいと思います。今度も、一応ね、猫は出てくるんですが、まあ、全然違う場面で、はい、出てきます。僕の家のそばの、まあ、結構、歩いて行ける距離に古い神社があります。結構有名な神社っぽくて、まあ、ネットで検索しても出てくるし、結構有名らしいんですよ。まあ、大体神社だったら古いんだけども、まあ、もしかしたら中には新しく、新装オープンした神社で、神主さん募集みたいなとこもあるかもしれませんが、はい。で、その、家のそばにある神社、以前にね、なんか資格かなんかで、まあ、お守りは買ったことあるんで、まあ、行ったことはあるんですよ。で、そこに久しぶりに、ちょっとまあ、用事足しのついでに、まあ、その神社の前通ったんで、ああ、なんか、久しぶりだなと思って、ちょっと寄ってみようかなと思って、神社の中に入りました。そしたら、まあ別に、昼間だったんですが、特に、人影もなく、まあ人はいなかったんですけれども、猫が一匹、黒猫がいました。まあ遠くになんか、佇んでて、あ、可愛いなとか思って見てたんですけれども、で、なんかね、でも可愛いんだけども、なんか様子が変、なんか動きも変だし、何かが変だぞと思って見て、何が変なんだろうと思って見てたら、よーく見たら、その黒猫の影がなかったんですよ。はい。で、うわっとか思って、うわ、なんで影ないのとか思って、でもそんなね、神社だし、そんな気持ち悪いもの、変なものはいないと思って、これちょっと確かめてやろうと思って、近づいて、よーく見てやろうと思って行ったら、まあ、猫の方もちょっと気がついたっぽくて、猫の方も遠ざかっていくような感じで動き出していきました。で、よく見たら、黒猫の隣に白猫もいて、なんか一緒になって歩いてて、あ、なんか仲いいのかなとか思って、動きもね、同じような動きしてたんで、仲いいのかなと思って見てたら、その黒猫は白猫の影だったっていう話です。はい。では次行きたいと思います。はい、それでは次最後にしたいと思うんですが、まあ基本僕ゲーム実況なんか普段やってるんですけれども、まあ家でね、黙々と作業してるんですけれども、その時に起こったとっても怖い出来事です。はい。で、まあ、いつものようにね、ゲーム実況を録画して、やってたんですけれども、まあ、大抵2時間か3時間かかって、まあ、その日も大体2時間か3時間ぐらいかかって、今日も、なんとか終わったかなみたいな感じで、はい、終了ボタンを押しました。停止ボタンを押しました。そしたら、なんとそこから録画が開始されたという話です。あれは怖かった。あれはもう、ちょっとね、もう絶望でしたね。はい、それでは、皆さん、ちょっとね、結構夏、まあ、残暑というかね、暑いんで、かなり暑いんで、熱中症なんか、まあ、家でもね、熱中症かかる人はかかるらしいんで、そこはちょっと気をつけてほしいかなと思います。
あと今回動画、一応ね、涼しくなるようにオデッセイの海の動画で撮ったんですけれども、もしね、評価など反響もあればまた次回も、挑戦していきたいと思います。怖い話などいろいろ挑戦していきます。はい、それではよかったらね、チャンネル登録もしていただけると嬉しいかなと思います。